今日はこのブーブー製造工場を使ってチョコレートを作るよ。じゃあ中から出してみるね。あー、いろんなのが入ってるね。まずはね、コップを用意します。かわいいコップでしょ。かわいいコップにこのね、チョコレートビリビリーと、あ、こんな美味しそうなチョコレートが入ってたよ。このまま食べたくなるよね。でも我慢。チョコレートを入れます。はい、もうちょっとあるからね。今回ね、2箱開けたんで、もうね、2袋あるよ。よいしょ。これをコップの中に入れちゃおう。うわ、いっぱいだ。大丈夫かな。こんなにチョコレートが入ったよ。コップの中にチョコレートを入れたら、今度はね、これを溶かさないとダメなんで、電子レンジ。じゃじゃーん。電子レンジに入れて、入るかな。あ、入った。はい、電子レンジに入れて中のチョコを溶かします。みんなはお家にある電子レンジを使ってお父さんお母さんにね、お願いして温めてもらってね。いくよ。はい、できたよ。中にはトロトロに溶けたチョコレート。トロトロに溶けたチョコレートをこの車の形のトレイの中に流し込んでいくよ。あまりね、入れすぎないように注意してね。早くしないとね、固まっちゃうから大変だよね、これ。よいしょ、急いで急いで。あ、チョコレートが固まってきた気が。よし、こんな感じかな。はい、これでね、2つできたよ。あとはこの上にこのいろんな色のラムネを置いていくよ。これはね、タイヤになると思うんだよね。ピト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 、かわいい色のタイヤだよね。はい、完成したよ。あとはね、これ冷蔵庫に入れて1時間待ったら完成。さあ、どんなのができるだろう。楽しみだな。冷蔵庫で冷やしてできたチョコレートがこれだよ。じゃじゃーん。うわ、まだどんな形かわからないね。裏を見てみるとこんな感じになってるよ。ちゃんとできてるかな。じゃあ早速中から出して見てみるね。アンパンマンのお皿の上に、さあ出していくよ。できてるかな。なかなか出てこないね。あ、出たかな。あ、1個出た。あれ、綺麗に取れてない。うわ、なんだろうこれ失敗。もう一度作ってみたよ。今度は成功したよ。お皿の上に置いていくね。あ、すごい、ポロポロ綺麗に落ちてきたよ。もう一度、あー、すごい、できた。綺麗な働く車のチョコレートの出来上がり。やったー。車の形をしたチョコレートになってるよね。これは上に赤いのが乗ってるね。これは救急車だね。他にも、あ、かっこいいのあったよ。これははしごがあるから消防車だね。すごい美味しそう。これ何の車かわかるかな。上にね、緑色のがついてるけど、これはね、きっとね、パトカーだよ。1回目失敗しちゃったけど、2回目は綺麗にできたよ。じゃあみんな、次の動画で待ってるね。バイバーイ。